負けられぬ戦いがある。サイカマゴイチ華麗に切れるぜ。毛利本体の到着にはまだ時間がかかります。織田の主力がいないのは救いですね。本体を待つまでもね。敵も手薄なら今のうちにぶちかましてやるぜ。我らが寄せ集めの軍であることは事実。将を多く打たれればたやすく崩れかねません。敵将討ち取ったり。急げ。幸先はいいようですね。このまま進めば言うことなしです。戦場中央の連中の度肝を抜いてやるぜ。主力が来る前に奴らを取り、お任せさせてやれ。うむ、思ったより敵の動きが早いのじゃ。もうちょっと待ってほしいのじゃ。最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。敵将撃ち抜いたぜ。我が戦略を見よ。俺らと小早川との強撃連携、止められるもんなら止めてみな。見て、戦力を分散しての対応率らしくないですね。これは時間を稼がれている。南は抑えました。激しくいくぜ。抑えたぜ。あらら、思ったより早かったね。致し方あるまい。やることは変わらない。開門。このまま敵総大将を討ち取り、そう、うまくいけばいいのですが。真田の意地を見たか。ちょっとあっさりしすぎじゃねえか。おっしゃる通りです。皆さん、いつでも動けるように準備を。敵将撃ち取ったり。生徒は死生の道、存亡の道、考えてきてる。真田の意地を見たか。仕事だ。
って言うし、じゃね。激しく行くぜ。これほどとは。なんと見事な。最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからな。これぞ真田の戦ぶりよ。剣に立てつき世を乱す火種消そう。敵将討ち取ったり。おお、毛利の本体が来たのか。いや、あいつは。しゃあ。逃げてください。やはり信長を倒さねば終わりませんか。勝利条件変更。真田の意地を見たか。信玄はすでに長政もおらぬ。それでもなお抗ってみせよ。毛利本体と合流できんかったら名護一も諦めてくれるじゃろ。秀吉殿の本意はどうあれ、本体の到着を邪魔させるわけにはいきません。討ち取ったり。マコイチ、もうやめるんじゃ。すまねえな秀吉、俺はもう止まれねえんだ。さて、反撃ののろしを上げるとしましょうか。お前様だけに背負わせやしないよ。さあみんな、名護一を止めるよ。時間もねえ、信長への道切り開いてやる。に救われたか。だが夜が明ければまた砲撃が始まる。ええ、ですから明け方までが勝負です。
夜のうちに決着をつけましょう。激しく行くぜ。最下衆は無敵の鉄砲傭兵だからね。開門。まず陣役を見よう。ありよる、見事よな。敵将討ち取ったり。いよいよです。さあ、乗り込みましょう。開門。海の上にも地獄はあるのね。素敵よ。もらったわ。敵将討ち取ったり。申し訳ありません。乱が至らぬばかりに。最後の日見せてみよ。開門。勝利を我が手に。さてそろそろ信長の運命を奪いに参ろうか。真田の意地を見たか。勝利を我が手に。この信長を、乱世を超えてみせよ。敵将討ち取ったり。あらがえ、信長を殺してみよ。逃がすか信長。ここで必ずお前を。ここまでです。双方軍を引く頃合いでしょう。ちくしょう。良い武器は良い品が入っております。おめがたかご武運を。